皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているあゆむです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は2023年11月5日に後楽園ホールで開催された仙台ガールズプロレスリングの第4試合のタッグマッチ、15分一本勝負、水波亮対松本ひろよ、レナクロスの試合の感想を話していたいと思います。戦場のまなみ、フリーの水波亮、松本ひろよに加えて、このタッグマッチで気になっていたのは外国人選手のレナクロスという選手でした。どんな選手なのか気になりながら試合が始まったんですけど、期待通りというか、期待以上の説得力を持った選手だったなと思いましたので、その点も中心に話していければと思っております。それでは始めていきたいと思います。じゃあ、目次です。今回4つあります。1つ目がレナクロスの迫力と、水波亮の入場について。で、2つ目がまなみの若さと気合い。3つ目が、今回、この技いいなと思った水波亮のスピアについて深く話していくのと、最後はレナクロスの技の重みがすごいということについて話していきます。で、1つ目ですね。レナクロスの迫力と水波亮の入場というところで、レナクロスはですね、大きくて怖い表情を見せていて、この人にしかない、出せないオーラがあったなと思います。外国人レスラーはやっぱり見せ方が上手だなと思うことも多いんですけど、このレナクロスもですね、例外ではなくて、大きさと、冷酷な表情を見せて、どんな戦いするんだろうってことで入場からも楽しみでした。でそんな入場に対して、まなみと一緒にやってきた水波亮はいつも通りの兄貴スタイルで、気合たっぷりの入場を見せてくれて会場を盛り上げていきましたし、この人を会場で見ると、なぜか落ち着くというか、プロレスラーだなと改めて思う。っていうこともあって、この水波亮の魅力だなというふうに思いました。で、二つ目、まなみの若さと気合というところで、中学生でデビューしてから19歳になって、まだまだ若手ながら大きな相手にもぶつかっていくまなみの良さっていうのも光った試合だったなと思います。自分より大きなレナクロスを挑発した上でですね、エルボーがレナクロスが払って結構痛そうというか、ドスンと突き刺さるんですけど、しっかりまなみを受け止めていました。その上で、自分よりも大きな相手に組みついて、締め上げた上で、戦っていきましたと。で、松本ひろよとレナクロスの連携で足で顔挟まれたりするんですけど、それも、やられっぷりも含めて印象的だったなと思います。で、三つ目ですね。水波亮のスピアが美しいということで、この試合で特に印象的だったのが、印象的だった技というのが水波亮のスピアでしたね。水波亮のコスチュームについてたくさんの紐が、飛び散るのがいい感じなのもあるのかもしれないんですけど、相手の懐に入るフォームから倒した上で鮮やかに、横に流れるというか、横に一回転で受け身を取ることも含めて、なんか美しい芸術的なスピアだなというふうに思いました。で、レナクロスにスピア放った後にもう一回出ないかなと思って、なんかこの技いいなと思って期待してる中で、松本ひろよですね。水波亮がチョップを連発した上で、スピアを見せてくれたっていうところは、テンションが上がってしまったなと思いました。で、この人のスピアは、天性のものなのか、研究を重ねたものかわからないんですけど、魅力的なので、水波亮の試合を見るときは、このスピアを見どころとして、ぜひ見てほしいなというふうには思います。で、最後ですね、レナクロスの技の重みがすごいというところで、フィニッシュの前にですね、膝を叩き込んでもすごかった。フィニッシュで膝に落とすって技を出したんですけど、その前の膝がバチンってなったのがすごかったなというふうに思いました。で、まなみのミサイルキックをしっかり受け止めると、アルゼンチンバックブリーカーで締め上げて、パワーもあるので、それも安定してました。で、締め技の共演は松本ひろよと見せた上で、まなみにですね、普通に膝をガツンと目の前、もう正面から蹴りを入れた。膝蹴りを入れたっていうところで、重みも速さも両方あって、大丈夫かと思わせるシーンでした。で、まなみもですね、フォーからですね、ダイビングボディスプレスを放つもですね、返されてしまって、顔面を蹴り飛ばしてからのクロスブレイカーですね、抱え上げて、膝に頭を打ち付ける投げ技。で、スリーカウントを奪ったんですけど、大きさもパワーも見せつけた試合でですね、外国人選手として戦場中心になっていく期待感を感じさせる試合だったなと思います。他の選手もですね、見せ場も作りつつですね、レナクロスという選手がこれからどう活躍していくのかが楽しみな試合だったなと思っております。はい。この選手、王座にも挑戦するようなので楽しみだなと思ってますし、いろんな、戦場以外でも
活躍する可能性があるんだろうなというふうに思って印象に残った外国人選手でした。はい。ではこの試合の、振り返りは以上にしたいと思います。はい。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。